沖縄の美味しいお店をドライブしながら紹介するハングリーナ。美しい女性が美味しいご飯を食べる姿を私山尻和樹が実況させていただきます。今回のドライブカーはトヨタのルーミー。シートアレンジで荷物がたくさん詰めたり、フルフラットの休憩スペースに早変わり、日々の買い物から旅行やキャンプといったレジャーまで用途に合わせて簡単に空間を模様替え。それでは早速参りましょう。美女とグルメを本気の実況でお伝えする新感覚番組ハングリーナ。本日のハングリーナはモデルとしても活動する宮城ちかぜちゃん。そして本日のお店はこちら、パニーニ&コーヒーパレット。写真を撮らずにはいられないおしゃれな店内、ほとんどスタッフの手作りだそうです。ゆっくりしたひとときを過ごすことができます。失礼します。サーボアボカドパリーニです。エンジョイということで、ここから乗っていきましょう。イケメン店員が持ってきたのはお店の新メニュー、サーモンアボカドパニーニ。ちなみにパニーニとはイタリア発祥の温かいサンドイッチのこと。いやー、いい音が聞こえてきた。この音だけでも美味しさが伝わってくる。厳選したオリーブオイルを使用したこだわりのパンに、このプレスであの音が生み出されているのか。いや、ちかぜちゃんも見せつけるように食べていきますね。いや、このパリパリ音は何度聞いてもいい。食欲をかきたてられる。沼尻さん、え、いいの？本当に初めての展開で戸惑っていますが、じゃあ遠慮なくって。おーい、まあそれは分かってましたけれども、人に見せつけて食べるパニーニはさぞかし美味しいんでしょうね。続いて出てきたのは食後のデザート、チュロスとホットタピオカミルクティー。おっと、なんだこれは。私に何を求めているのか。まさか流行りに乗ってチュロスの呼吸とか一の方とか言わせたいのか。ちかぜちゃん、そもそも食べ物で遊んではいけません。全集中で食べてください。そして冷えた体を温めるホットタピオカミルクティー。タピオカをホットで飲むのと思う人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。実はタピオカドリンク、もともとはホットが主流、後に現在の形になったんだとか。ちなみにこのお店、モーニングセットもあり、早朝のドライブにもぴったりです。10種類のパニーニから選ぶことができます。ここで皆さんへプレゼント、ハングリーナのインスタグラムをフォローして、サーモンアボカドパニーニを注文していただいた方100名様にチロス1本をプレゼントします。詳しくはインスタでハングリーナと検索してください。